アメリカ海兵隊シカン島はアメリカ海兵隊のシカン向け軍島として制定された県である。陸軍の M1850 軍島をもとに設計され、1859年に採用された。単に M1859 シカン島とも呼ばれる。M1859 シカン島はアメリカ陸軍が採用していた M1850。 群島を原型に、いくつかの改良を加えたものである。M1859 シカン刀は、真鍮鋳造の柄を備え、握りは黒川巻きでその上に寄った真鍮線が巻き付けられていた。葉はやや湾曲しておりトいが掘られ、片葉ではあるが、先端だけは両刃となっている。黒川の鞘は、真鍮製の鯉口と小じり、そして剣釣り用キングを備えていた。 アメリカ独立戦争以降、アメリカ海兵隊の将校及び菓子館は、縦脇が義務付けられた。当時、海兵隊菓子館は、陸軍のそれと同一の軍刀を帯びていたとされるが、陸軍用軍刀の縦脇が正式に定められていたわけではなかった。1820年代半ば頃、海兵隊菓子館向けの新型軍刀が製造された。これは、 陸軍用軍刀より、刃渡りが短い湾刀で、新中中造の柄には、周刀の飾りがついていた。これと、ほぼ同時期の1826年、海兵隊士官向けに、マムルーク島風の新型軍刀が採用された。現在でも、海兵隊士官はこれに類似した軍刀を使用している。着検したマスケット銃を持つ5名の海兵隊員と、M1859 か士官刀を持つ、 歌詞八1864年4月、ワシントン海軍交渉にて1850年に、陸軍は士官用軍刀として、M1850 軍刀を採用して、以来、海兵隊もこれを、正式の士官用軍刀として配備してきた。しかし1859年、M1850 軍刀をもとに、新型の海兵隊士官用軍刀が開発されたので、ある。同年、 海兵隊歌士官にもこれと類似した新型軍刀 M1859 歌士官刀の装備が認められる。この時に採用された主官用軍刀とか主官用軍刀には細部に違いがあった。特に顕著な際としては次のようなものがある。M1859 歌士官刀は海兵隊歌士官の標準的な軍刀となり南北戦争でも両軍によって使われた。以降、 現在に至るまで細部の改良を加えつつ、M1859 カシカン島は使用され続けている。1852年に海軍が採用した M1852 海軍主艦島の方が先に採用されているものの、こちらは1900年代に再採用されるまでの廃止期間がある。そのため M1859 カシカン島はアメリカ全軍の装備のうち、 簡単なく運用されているものとしては、最も古く採用され、また最も長く運用されている装備である。マクセン等服を着用し、M1859 貸士官灯を持って、機上訓練を行う海兵隊貸士官。2006年開発当初の M1859 貸士官灯は、陸軍の M1850 軍灯と同様に重く、幅広の投進を備えていたが、これは、 M1850 軍刀のようなエッチングではなく、研磨処理が施されていた。エッチング処理は1875年に認可され、以降は M1859 歌士官刀の標準的な仕様となった。同年以降、海兵隊専任可士官は、新型の剣釣りが付いたベルトを着用するようになったが、これは第二次世界大戦中に廃止された。また、 海兵大使館に対して1859年以来、禁止されていたマムルーク型の旧士官用軍刀の縦脇が再び許可されたのも1875年であった。1918年には、刀身がより細身のものに変更されたが、以降は現在に至るまでほとんど改良も変更も加えられずに使用され続けている。儀礼用途のほか 歌官館及び舞台指揮官たる上級歌詞官は許可を受けた場合に限って官婚葬祭の折に対等することが認められている。ありがとうございます。